さあ本日2組目のゲストでございます、ミスターミスターさんです。お願いします。イエー。さあそれではユーザーの皆さんにそれぞれ自己紹介をお願いします。はい、はい、皆さんこんにちは。男の中の男、ミスターミスターです。はい、皆さんこんにちは。僕はミスターミスターのリーダー、チャンジェです。よろしくお願いします。はい、お願いします。チャンジェさん。僕はチンです。よろしくお願いします。チンさん、僕はチンです。ありがとうございます。はい、僕はトヨンです。よろしくお願いします。はい、トヨン、お願いします。はい、僕はサンゲンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、僕はスエコ、ジェミンです。よろしくお願いします。お願いします、はい、僕はメインボーカルテイです。よろしくお願いします。お願いします。テイさん、お願いします。すごいですよ、人気がね。え、たくさんコメントありがとうございます。はい、さあ、簡単にプロフィールを紹介したいと思います。2012年10月にフーズザットガールで韓国デビューされてまして、メンバー全員が180センチ以上という高身長の皆さんで、 3D もと一緒でね、モデル並みのビジュアルをお持ちになっている皆さんでございますが、全員その上でボーカル担当という高い歌唱力、こちらが魅力の6人グループ。ダンスも魅力の6人グループでございます。お願いいたします。よろしくお願いします。さあということで、まあ、先ほどおっしゃってましたけど、ミスターミスターって男の中の男ということで、ね、だいぶかっこいい名前になっておりますけど。確かに ねちょ、プレッシャーはないですか。違う、ね、男の中の男ってプレッシャー、なんか普段の生活からちょっとあります。そうですよね、あります。正直な話、正直は僕はあの料理を作ることを料理を好きですけど、なんか男らしいじゃないですか。確かに、はい、男の中の男のテーマで料理でちょっと違うよね。はい、うん、女性っぽいです。趣味ですけど、ちょっとなんか男らしいじゃないかなと思って、ちょっとプレッシャーがある。料理ですよね、はい、ちなみに趣味は何ですか。シェアハウスで運動。運動、あ、はい、男の中の男。ホームトレーニング。確かにガタイがっちりしてますもんね。こう、ムキムキ。そうですか。ムキムキまではいかないか、ごめんなさい。毎日家で運動してる。あ、毎日、あ、そうなんですね。え、ちなみに趣味は。あ、僕はフィギュアとか。フィギュア、あれ男の中の男。またちょっと、いやいや、昔から僕の趣味ですが、料理、フィギュア、ちょっと男の、はい、今のところ運動だけみたいな。なるほど。え、ちなみに趣味は。僕はなんかもうドラマとかエニメ、はい、なんか皆さん女の中の趣味みたいな。あれあれ、ドラマ女性っぽいところもあるけど、男の中の男。え、ちなみに。あ、僕は水泳。水泳、あ、男の中の男。いや、まあ、じゃあ僕は掃除とか洗濯。掃除洗濯は趣味です、まあ、最近の男の人はそういうところもね、女性っぽいこともできるよという、ニュー男。なるほどね、新しい男、はいはいはい、ネオ男ということで。さあそんな感じでございますけど、そんなミスターミスターさんは2月にメジャーデビュー曲Just One Light、 こちらリリースされましたが、一体こちらどんな曲になってますか。はい、本当に爽やかな感じがある曲です。爽やか、あ、確かに、はい、今流れてますね。いいですよ、みんなボーカルが上手です。だから多分皆さんね、はい、ジェニーがボコルです。そうですね、爽やかな声ですね、うん、楽曲もそうだし、声もすごいその曲にあって、すごい清涼感になるっていうかね。ありがとうございます。ちょうどこの着てる服とかもすごい爽やかだし。そうですね、今回の曲のイメージの衣装ですか。あの、これは春のために、春のために、はい、作りましたが、うん、あの、もともとはこうやって服を着かて、あの、踊り感じがあります。あー、そのスーツを使ったダンスが結構ミスターミスターの。あ、そうなんだ。確かにかっこいいもんね、こっちね。見てください。確かにね、ちょっとこれ気になりますね、どういうダンスとか。皆さんボーカルですもんね。はい、歌には全員自信はあるんですよね。あ、自信は一人だけなんですけど。絶対あります。ありますね、そうですね、はいはい、ねえ、だからそうな、こちら今流れてますけど、その上でですね、さらに5月からですね、スプリングスペシャルライブ2016、こちらツアーですね、これがスタートされるということで、こちらはどんな感じのライブツアーになるんですか。はい、5月6月は北海道で2週間滞在して、なんか、はい、え、北海道に。はい、北海道で2週間。はい、北海道にも結構皆さん
ファンの皆さんがいる。え、珍しいですね、北海道に2週間いるっていうのもね。はい、それで、なんかコンサートやイベントをする予定です。へー、そして、今回は特別に僕たちメンバーが、あの考えてプロデューサーもやって、はい、なんかバンドスペシャルステージですとか。あ、バンドもやる。はい、いろんな手間がある舞台があります。へえ、楽器をそれぞれ。はい、バンドさんが、バンド、バックバンドがいて、バンドバージョンで。はい、あ、またライブね、バンドバージョン全然違いますからね。オケとね、すごいな、北海道。北海道2週間ね、すごい。北海道のファンの方々は嬉しいですよね、そんなに来てくれてね。さあ、ちなみに、こちらでございますが、メジャーデビューシングル Just One Light は、オリコンデイリーチャート1位、ウィークリーチャート5位を獲得されたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいっすね、1位ですよ、ね、上誰もいないんですよ、ね、そうです。皆さんがチャンピオン、王様ですから。キングオブキング、そうですね。そうですよ、ね、男の中の男だし、1位中の1位で、すごいよ。さあ、ということで、そんなミスターミスターのメンバーの皆さんのことをいろいろ知るためにですね、こちらのコーナーの方に参りたいと思います。先ほどのゲストの方にもやってもらったんですけども、コーナーメニューから選んでいただく形になります。まずメニューはこちらです。どうぞ。出ますかね。はい、あ、こちらですね。はい、すいません。俺の公式、実は私〇〇なんです。私〇〇系男子です。さあ、どのメニューにいたしましょう。あ、やっぱり僕たちのことを初めて見る方もたくさんいるから、うん、3番がどうですか。あ、なるほど、はい、いいですね。どういう方々なのかっていうのは何系男子なんで分かりますからね、はい、初めての方々に改めてね、はい、お知らせするという形。さあ、皆さん書いていただいて、うん、まあ、とりあえず男の中の男というのは分かっておりますよ、うん、でも男の中の男だけど料理もできるし掃除も好きだし確かに ね。でも運動もできるし水泳もできるし、いろいろありますけど。いいですね。フィギュアも好きだしね。確かに、なんかその男の中の男っていつも全員なんかムキムキでって嫌だもんね。まあ、それはそれでね、熱苦しくなっちゃう。なんか気持ち悪いですもんね、うん。あ、皆さんもちゃんと日本語で書いてくれてますよ。すごいっすね。すごいな、字まで。それはあの勉強したんですか。はい、勉強しています。すごいな。いや、本当にね、頭上がんないですよ。でも漢字はまだ難しいです。漢字なんかいい。いや、全然いいんですよ。漢字なんかいいんですよ。ひらがなが大変なのに。そうですよ、もう本当にありがたいですよ。さあ、できた方からいきます。私できたよ、はい、もしくは僕できたよっていう一緒でしょ、どっちも。ジェミンさんですか、はい、行きましょうか。はい、こちら。私は繊細な男です。繊細、はい。ほら、どういったところが。あ、なんか僕はゲームよりカフェでもうコーヒー飲むとか、うん、なんか、はい、そんなことが好きです。あ、はい、そうなんだ。あと、なんか本を読むと読むこと、読む、読む、読む時、読書時とか、もうドラマ見てとか時とか、はい、もう、あ、そんなことする時に、うん、あ、よく涙を流します。あ、繊細、はい、繊細。そうなんすか。全然ね、全然男じゃない。男の中の男だけども。じゃあよく、あ、じゃあライブとかでもちょっと感動すると泣いちゃったりとか。あ、まだ、まだ今のところはまだ大丈夫だけど。はい、はい、大丈夫だ。感受性が豊かなんですね。へえ、ね、だから男の中の男だけども改めて女性っぽいところやっぱ持ってるという ね。 そうですね。可愛らしい。ありがとうございます、ね。さあ、次の方誰でいきましょうか。はい、僕です。はい、ジンさんいきましょうか。僕はおじさんです。おじいさん、はい、そんなことないでしょう。なぜなら僕がメンバーの中で年が一番上で、はいはい、上だからおじいさんです。おじいさん、おじいさん、おじいさん。ミスターミスターのおじさんでおじいさん行き過ぎでしょう。自分がちっと自分で自分におじいさんって言ってる。あ、なんで みんなからしても そんな風にだって思ってないでしょ、おじいさんなんて。他のメンバー、あ、僕は20歳。でも、ジンさんはなんか自分がおじさん、呼ぶの方が自分が好きと思います。好きです。自分でおじさんって言ってるから楽なんだ。はい、実は僕の夢がかっこいいおじさん。かっこいいおじいさん。あ、いい。そこに向かっていってるんだ、じゃあだんだん。
早くないですか目指すの。そしたら30代の僕たちはね、もっとおじいさんですからね。まあ、そうですね。35ですから僕らで。そうです。若いですか。いや、あなたの方が若いでしょ。いや、まあ、でもだからお兄さんキャラなんでしょうね。なるほど、ね、この中でね、頼れるんだろうね。うんうん、さあ、そして続きでどなたが行きますか。行きましょう。はい。はい。癒し系。あ、私は癒し系と面白い字ですね。はい、イピーみたいになってますね。なぜなら、なんか子供の時に友達と一緒にもう遊びながら、もう友達が僕に行ったら、もう楽と言われて。本当です。僕が中学生から友達ですが、あ、へー、はい、10時間ぐらい一緒にいて、何もしないけど楽。うわいるだけで、はい、何もしなくていい。それはいいっすね。お互い全然違うことしててもいい。はい、全然気にしないで。あ、でもなんかふわふわっとしてなんか空気感が、ね、柔らかい。はい、ありがとうございます、うん、なんか10時間ぐらい話すことも全然ないけど、もう楽々て言われて、空気みたいな存在になると一番いいじゃないですか、ね、一緒にいてね、いいっすね、それが一番いいっすよ。やっぱね、ムカつくやつと一緒にいれないですもんね。嫌なやつとね、一緒にはいれないですから。なんかいい雰囲気、なんかなんだろうな、お肉とか絶対茹でるタイプですみたいな、なんかさ、なんか焼いたりしませんみたいな、アク抜いてる、うん、なんかそうですか、うん、ヘルシーなイメージが。いや、ありがとうございますね。ね、さあどうぞ行きましょう。続いては、はい、僕です。はい、はい、僕は、私はウサギ男です。あれ、ウサギ男、ウサギは寂しいと死んじゃ います、はい、僕も寂しがりや、はい、皆さんの愛がいります。うわー、しっかりカメラ目でお願いします。甘い、甘い。それだったら外にぜひ出てください。どこでも行かないじゃん。あ、外出ないの。あ、ちゃんとさんの前に出ないの。あ、それはそうですけど、外あんま出ない、アウトドアしない、はい、男の中の男じゃないじゃない。全然違う。まあ、でも運動するときは出ます。あ、運動するときは外に出る。え、運動はどんぐらいするんですか。1週間中で3回ぐらい、ちょっと外でバスケットとか。バスケット、あ、はい、やってるじゃん。じゃあもうね、その時はだって人もいっぱいいるから。はい、そうです。でも1人で行きます。なんで？え、なんで？ウサギ一人が楽なの？寂しいでしょ。あ、ね、でもなんか一人でいて、日本人さんと一緒に話して、なんかいろんな、はい、日本語とかね、はい、日本語上手になりたいですが、うん、素晴らしい練習です。ウサギ男、はい、なるほどね、なるほどね、はい、ウサギです、はい、ありがとうございます、うん、じゃあ次は、はい、僕はおしゃれなことが好きな男です。おしゃれ好き。例えば、ファンの皆さんに何を言ったら、これが何を言ったら、うん、喜ぶ、喜んでもらえます、もらえようかなってずっと考えます。あ、ライブで評判だった、良かった、反応が良かったやつは今まで何になります。いや、何をやるか今思い出すと、なんか僕がファンの皆さんを本当大事にするんだのことをずっと言ってますよね。はいはいはい、それを、はい、それとか、ね、感謝の気持ちとか、ずっと考えます。はい、ファンの皆さんそうやって考えてくれたりとか、その言葉が聞けたら一番好きで最高ですからね、そういうライブの醍醐味ですかね。はい、あ、確かにね。おしゃれなのもファンの方々のことを思ってってことで、はい、いいですね。いいですね。あげ、何をいきなり雑談始まりましたよ。あ、そうですね。なんだっけ、おしゃれ？あ、僕たちが韓国に住んだ時に、一緒に住んだ時に、なんかこうやって流れ星？流れ星を見たいですから、テイ君と僕が流れ星ずっと待ちました。うん、外で待った。はい、でも僕は30分ぐらい待って。全然流れないから、うん、まあね、うん、なんだこれとイライラになってなんだこれなんだこれとイライラになって、まあ入りました、はい、入りました。はい、でも、テイ君は何時間くらいか、3時間か、3時間待った、ずっと待ちました。なんだっけ、ブランケット、ブランケットと寒いのに、はい、だから、まあ、ホットコーヒーをいっぱい持って
ずっと待ちました。3時間も。だからロマンチストなのかもね。そうね。そうですよね。そうね。見ました？見ましたか？結局見れたんですか？あ、全然見えなかった。全然見えなかった。ただ申し訳ない。悲しいな。いや、まあでもそういうロマンチックなんだね。素晴らしい。ありがとうございます、誠司さん。はい。そして最後かな。はい、僕は元気な男。元気な男だ。元気な。はい。なぜなら僕はイラスト可愛いですね。僕絵上手でしょ。絵上手。僕はなんか毎日うるさいとか。なんかそうばっかりちょっとすごいうなずいてる。ちょっと休み時間がないです僕。それでお姉さんたちが僕ちょっとめんどくさい、はい、めんどくさい人で、ちょっと休んでください。たまにはひどいです。ひどいです。ひどいです。それが僕なんか面白いだから、お姉さんたちもストレスいっぱいだから、僕がなんか冗談とかうるさいとか知って、なんかお姉さんたちが面白くになり、あ、あなたのおかげでストレスをいっぱいです。ストレス。やめましょう、やめましょう。そう、なんか体が本当に元気です。元気。健康。あ、ムキムキなんだ。へえ。あ、じゃあ運動もやってるんですね。あ、もともとは僕は中学生からサッカー選手。サッカー。はい、しますから。今なんか。はい。腹筋がすごいです。腹筋が。はい。へえ。はい、ちょっととしてましたよ。触りたいってみんな。あ、ごめんなさい。はい。すみません。笑ってごまかした、わかりやすく。はい。腹筋塗ってますわ。腹筋塗ってどういうこと？気持ち悪い。さあ、ということで、そんなミスターミスターさんのことでありがとうございます。ありがとうございます。いや優しいですね、皆さんね。柔らかい雰囲気の方々です。男の中の男ってかっこいいんですけども、うん、柔らかい温かい雰囲気も持ってて、うん、ね、歌も爽やかでしたし、はいはい、ありがとうございます。ということでお時間が、来てしまったそろそろでございますが、改めて告知お知らせいいですか。はい、はいはい、僕が日本で初めて舞台に出演することが決まりました。おお、はい、舞台詳しくはホームページを見てください。ぜひ来てください。聞こえないですか？6月8日、パラダイスさんとオーケストラのコンサートをします。ぜひチェックしてください。公式ファンクラブや無料メールマガジン、スターチータで僕たちの最新情報は配信しているので、よかったらチェックしてみてください。はい。以上です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、沖縄国際映画祭僕らも行きます。あ、そうですか、はい、吉本のやつなんで。おお、また沖縄で会ったらぜひ、はい、お願いします。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 さあ、そして視聴者プレゼントもございます。サイン入りの CD、 こちらが何名様ですかね。何名様かまだ決まってないんですが、すいません、サイン入り CD をプレゼントいたします。この後エンディングで応募方法をお知らせしますのでお願いいたします。はい。さあ、ということで本日は番組断然ライブ初めてでございましたが、チャンジュさんいかがでしたかね。あ、初めてですからちょっととても緊張しましたね。はい、でもしじろさんが本当に優しくて僕たちのことをちょっと考えてくれて本当にありがとうございます。はい、楽しかったです。ありがとうございました。ミスターミスターさんの、ね、優しさが ね、 そうです、出ましたね。我々は優しいとミスターミスターが言っています。わざわざ言わなくていいんだ、改めて。ということで、またぜひぜひ遊びに来てください、はい、ミスターミスターさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にミュージックビデオをご覧になりながらお別れになります。じゃあミュージックビデオのスタートの声をお願いします。はい、皆さん僕たちのミュージックビデオを見てください。どうぞ。